こんにちは。あ、やっほー。こんにちは。ありがとうございます。やっほー、やっほー。こんにちは。わー、すごい。プレゼント。なにこれ。なになに。よしみさん、ありがとう。緑色のプレゼント。ありがとう。あ、あやいさんもありがとう。ナーツテーマ、ありがとう。こんにちは。やっほー。ナツテン、ダルクさん、ユウさん、ハルさん、リュウジさん、ミッチー、パムさん、キョウジさん、ユウさん、インドラマンさん、ピノヒラさん、シオリちゃん、キクチちゃん、ラウリさん、ナカショさん、エイティさん、コッタさん、サルトラさん、ゴドネさん、ハマちゃんさん、ユシミさん、マジックさん、アリサちゃん、こんにちは。ショウさんも、ショウタさんも、ダルクさんも、ヤッホー、デニーさんも、こんにちは。キクチちゃん、カミくん、オオハシさん、ユウキくん、ビッグスターさん、クレイさん、エロアナオミ、エアロナオミさん、カメさん、キクチちゃん、シュンさん、クマタン、こんばんは、こんばんはです。ハイハイさんもヤッホー。あ、ユイさん結婚してって、ありがとう。いった、クリスマス前にまさかのリア充にリア充になっちゃう。ありがとう。夏天もありがとう。結婚してリア充なの。リア充だ。ありがとう。夏天、ゴドネさんもプレゼントありがとう。すごい、なんか新しいアイテムなのかな。クリスマスのアイテム増えましたか、ショールームさん。インドラマンさんもありがとう、プレゼント15個ありがとう。嬉しい、ありがとうございます。ハヤイさん、左文字さん、ウピーさん、ロニさん、ケンタさん、斉藤タンクさん、ロロちゃん、ヤッホー。あ、インドネシアからありがとうございます。こんにちは。あ、明日のイブは夕方から仕事だけど日曜日休みだからクリビの配信見れる。ありがとう、ピノイロさん。お家から楽しもうね、一緒に。25日来週になれる気がする。やったね。アリちゃんのインスタフォローしてるよって、ありがとうございます。ピノイロさん結婚年齢18歳に上げました。あ、ダメだった、そうだった。あ、え、すごい、何、左文字さん、なんだっけ、スノードーム、ありがとう。初めて見たこのアイテム、かわいい、ありがとう。めっちゃめっちゃかわいかった。今すごいエフェクトがあったね。プレゼントもありがとう、左文字さん、嬉しい。神くんもプレゼントありがとう。ありがとう、プレゼント。ロロちゃんもレインボースター、すごい、たくさんありがとう。こんにちは。ケロロさんもヤッホー。ね、明後日ライブ早い。本当に明日来たらもう、明後日じゃない、日本語、明日来たらもう明日になっちゃう言いたいこと、明日になったらもう明日になっちゃう。やばい、早すぎる。楽しみだね。でもそう、現地に来てくださる方も、今回はショールームさんでも無料生配信があるので、いっぱいいろんな方と楽しめたらいいな。皆さんはクリスマス何か予定、知る予定あるんですか。あ、いちゃんメリークラクリスマス、イブイブ、イブイブ、あおいちゃんイブイブ、イエーイ、イブイブだね。確かに確かに今日、確かに言えるわ、イブイブだ今日。イブイブってなんか可愛いね。たくさん、スーさんこんばんは、ニッキーさんもこんばんは。リリがラブラブすぎるけん、あ、そう、一緒に行ってきました、クリスマスマーケット行ってきたよ。ニコライさんもこんばんは。あ、遠征の準備しないといけない。遠征の準備大変だよね。ありがとう、ゴドネさん、楽しみにしてるね。え、あ、クリスマスライブかな、じゃなかったら恥ずかしい。さっちゃんさん、はじめまして、コメントありがとうございます。こんにちは。アンチファン MV30 万回突破した。あ、突破した、わ、嬉しい、ありがとうございます。すごい、30万回だって、アンチファン MV30 万回ありがとうございます。なんと嬉しい。そう、明日になったら明日言いたいこと伝わらなかった。ユキさんこんばんは。あ、そう、ポニーテール、なんか今日キュルキュルしてる、イエー、嬉しい、気づいてくれて。あたちゃん、こんえりさん、
高根子一択二十口月龍一さん、やぶありがとう。あ、コロナになって寝込んでます。お大事にしてね、だるくさん、ありがとう。ゆっくり休んでね。ダングリさん、こんにちは。ジーパパさんもやっほー。よりさん、三浦みのるさん、わこぽんさん、こんばんは。こんばんは。インスタのリルが神でしたね。可愛いでしょ、見てください。そう、今日のインスタのリールにリリちゃんと一緒にクリスマスマーケット行った時の動画を載っけたので、そうよかったら見てほしいなって思います。クリスマスマーケットにずっと行ってみたくて、なんかすごい行ってらっしゃる方がすごいたくさんいらっしゃったので、いいの、私も行きたいなって思ってて、だからね、念願のクリスマスマーケットに行けてすごい嬉しかったです。なかなかやっぱり首都にしかないから、クリスマスマーケットが、だからね、すごい嬉しかったです。めっちゃクリスマスって雰囲気がした。ミクロ日曜日の配信で妹にしたいメンバーはリちゃんって言ってた。わあ、ミクロお姉ちゃんだ。じゃあやった。カエルパイセンさん、こんばんは。ミヤさん、また話があるんですね。そうです、そう、26日に、私は26日ですね、26日にお話し会が決定しました。そう、ぜひお話ししに来てくださったらとっても嬉しいです。まだお話ししたことない方も、私からたくさん話しかけたいなって思うので、前来てくださった方もまたお会いしたいなって思いますね。25日の次の日だから、クリスマスライブのお話とかもできるかな。アッキーさんも出て可愛いって、ありがとう。いつも確かにまっすぐなことが多いから、クルクルしてるの珍しいかもしれない。ハマちゃんさん、雪は大丈夫、全然降ってない。 MUH さん、サンデーさん、こんにちは。25日チケット買えなかったって、配信見れるかな、夏展見てほしいな。あ、お話し会今日程調節中なんだね。分かった、ぜひ。お時間いてるよって方は19時から21時までやってるので、来てほしいなって思います。たかちさん、こんにちは。さあ、私の枠は12月26日の21時じゃない、19時から21時です。あ、まなみちゃん、こんばんは。映画の帰り道何見たの。あ、ゆかちゃん久しぶり、ありがとう、来てくれて。やっほー、ゆかちゃん会いたかったよ。ジャピーさん、こんばんは。クリスマスライブの余韻で26日はまだりちゃん興奮してそうね。やばい、余韻冷めやらぬだから舞い上がってそう。あ、お仕事なんだね、頑張ってね。そうそう、オンリーボックス決まりました。そう、ずっと楽しみにしてたからね、めちゃめちゃ嬉しくて、そう、ぜひお話ししてほしいなって思います。ガクヤンさん、タカさん、ユリリさん、こんばんは。あ、ユキくん、お話し会来てくれる、ありがとう、楽しみにしてる、嬉しい、またありがとう。スーパーミンさん、串団子さん、こんばんは。りょうさんも、りょうさんかな、あ、高根講師です、だって、嬉しい。笑顔が最高のアイドルです、ありがとうございます。初めまして、え、嬉しいな、どこで知ってくださったんですか、ありがとうございます。野球さん、こんばんは。ミクロ的にはおんぼ、ん、おんぼおんぼ、どういうこと、おんぼおんぼおんぼっていう略し方ってこと、ってこと。あ、カエルパイセンさん、25日来てくださるんですか、ありがとう、楽しみにしてるね。ぜひ、そう、25日来てくださる方はお風邪ひかないように気をつけてください。あ、ブラックナイトパレードっていう映画、あ、なんか CM かなんか見たことあるかも、面白そうだなって思った記憶。そうね、いつも割とオンリーボックス早めの時間が多いんですけどね、遅めの時間だった、眠たくならない、眠たくなるかも。え、明日5時半起き、頑張ってしおりちゃん、君ならできる、しおりちゃんならできる、頑張れ。
ね、あ、おんぼやりたすぎるってこと、なるほどね、おんぼ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 、じゃあやっとこさだね、嬉しい、今日も可愛いなって、ありがとう。あ、りんごちゃんこんばんは、25日配信チケット購入しました、あ、ありがとう、嬉しい、楽しみにします、楽しみ。そう、2部はね、配信、無料生配信があるんですけど、1部も配信があるので見てほしいです、嬉しい。お家からあったかくしてぬくぬくで、じゃあ一緒にクリスマス過ごそうね、楽しみにしてます、ありがとう。かわいくてごめんね、 MV を見て好きになりました、あ、やっぱり嬉しい、やっぱりかわいくてごめんから来てくださる方もいっぱいいらっしゃるんだね、ありがとうございます。ぜひクリスマスはライブ見てくださるかな、配信で仲良くしてください、プロフに書いてくれてとっても嬉しいです。あ、グッドイブニングリちゃん、 AJ さん、グッドイブニング、オンバイリシャちゃんの時間、バイト終わってカラオケ直行なら間に合いそう、まなみちゃん、お話したい、カラオケのまなみちゃん、カラオケのまなみちゃんだって、楽しみにしてる、お話ししたいな。あ、クリスマス誕生日なの、じゃあハッピーバースデーしなきゃだね、ケーキ食べなきゃ。ミクルンが配信の時よくオンバオンバって口癖のように言ってる、かわいい、絶対開けます、ありがとう、頑張ってしおりちゃん、クリスマスあればいけないけど絶対スマホで見ます、あ、嬉しい、ありがとうございます。あ、ケンジ行くけどアーカイブもあるから配信チケットも購入、ありがとう、本当にそう、お家にいるよって方も、現地来てくださる方もいっぱい、一緒にクリボッチ回避、一緒にクリスマス過ごしてほしいなって思います。セーブ遅くなったけどエサちゃんインスタ解説おめでとうって、ありがとうございます。早かな、インスタ解説してから配信するの初めてかな、ずっとね、あのインスタグラムが私しかやってないメンバーがいないっていうことを知って、うわうわ、まあ、マジかって思って、そう、高校生卒業したら始めようかなって思ってたんですけど、でもやっぱりマイペースでちょこちょこ更新するのならできるかなって思ったので、そうインスタを始めてみました。でもね、でも全然使い方が分からなくて、本当に分からない、使い方が、なんとかメンバーとかにいっぱい教えてもらったりとかしてるんですけど、まだまだ分かんなくて、もう検索欄インスタのことばっかりで本当に分からないことだらけ。ムーチーさん、ヤホミミーさん、ニモさん、こんにちは、ニモさんはじめまして、ありがとうございます、コメントはじめまして。ショウさん、初見です、エリサちゃん押してます、わー嬉しい、ありがとうございます、なんて優しいんだ、え、どこで知ってくださったんですか、ありがとうございます、嬉しい、2年後武道館になりましょう、会いたい、頑張ります。お話し会、クレジットカードだけかな、クレジットカードだけかな、ね、アーカイブあるのいいですよね、チケット。あ、団長さんこんにちは、あ、今日仕事終わってからもうクリレー始まったから、じゃあ明日お仕事ないってこと？今日リリちゃんとクリスマスマーケット行ったんですか？ツイッターで見ました。あ、嬉しい。クリスマスマーケット行ったのは昨日です。昨日行ってきました。あのね、なんかココアの、なんだろう、ココアにスノー、なんかマシュマロが浮いてるやつ、なんか雪だるまみたいな顔が描かれたマシュマロが浮いてるやつずっと飲んでみたくて、そう、それを飲んだりしました。あとシチューとかグラタン、グラタンじゃない、シチューとかウインナーとかがパンのお皿、お皿がパンになっててその中にシチューが入ってるみたいな、そう、クリスマスっぽいのも食べれたりしてすごく楽しかったです。おもの日仕事どうにか終わらせて、あれかな、琴音さんともお話ししたい、待ってるよ琴音さん、お仕事頑張ってください。あ、イバハルさんもシンチさんもこんにちは、本当にあげてくれる時にだけ、あげてくれるだけでめっちゃ嬉しいから、ありがとう、まなみちゃん。あ、インドネシア、インドネシアから見てくださってるお方、
あ、レベル10ありがとうございます、嬉しい。あ、メンバー全員のインスタフォローした、わーやったー、ありがとう。あ、ねえゆうかちゃんもタガネコアカウント作ってくれて嬉しかったよ、見たよ、ありがとう。インスタのストーリーへのコメント、あ、できないですか、嘘、私できないような設定にしたってるかな、ちょっとまた調べ直してみます。あれかな、なんだろう、ストーリーへのコメントは一番下になんか書くところ出てたりしないかな。あ、お知り合いにおすすめしてもらいました、なるほど、なるほどです。あ、ポロありがとうございます、ぜひ仲良くしてください。タカネコちゃんは曲何が好きとかありますか。ケイさんこんばんは。あ、26日まで学校、え、ってことは24、25お休みで26日学校行くってことか。おお、なんともなんとも微妙な、まあまあでもクリスマス休みだからね、今年はちょっとラッキーかも。勉強嫌いな私も、勉強やだ。え、見た、あれめっちゃ美味しそうだったね。そう、クリスマスっぽい、まあ、クリスマスマーケットならではかなと思ってシチューのパンのお皿のやつ頼んでみました。とりあえずりちゃんの投稿通知オンにしといた、あ、ありがとう、嬉しい。でもなかなかね、こんなおしゃれな風に生きてないので難しい。今インスタ開いたら一番初めにりちゃんのリール投稿できてて、わ、嬉しい。ストーリーからコメントできなかったかな、どうかな、ね、ね、皆さんが送ってくださってるなんか DM とかストーリーのお返事とかも届いてます。セレジオ K さんこんばんは。学校の友達もタカネコ可愛いって言ってます。え、嬉しい。もうなんかすごいたくさんいろんなところで広めてくださってるみたいでめちゃめちゃ嬉しいです、ありがとう。あ、アンチは何回も聞いてる、いい曲だよね。もうなんか改めて歌詞聞き直すと、あ、すごい印象的な素敵な歌詞だなってすごい思う。あ、さゆちゃんこんばんは、やっほー、ゆきさんもこんばんは。田中さんプレゼントありがとう、田中さん、菊池ちゃんもありがとうプレゼント、なしさんもありがとうプレゼント、みおさんもありがとうプレゼント、ありがとうございます。なあ、そう、でも難しい、すごい、でも可愛くてごめんとかね、きっかけでたくさん広がってるので、このクリスマスライブでもたくさんたかねこちゃん見てくださる方が増えるといいなって思う。やっぱオーディション緊張しました、めちゃめちゃ緊張しました。もう私のオーディションの結果発表の時の顔がもう本当に面白い顔してるからちょっと見てほしい。YouTube 残ってるかな、すごい面白い顔してます。リル見てきたけど、はるちゃんの彼女感を見せつけられた、おお、もうデートナウに使っていいよみたいな感じの春のリリちゃんが乗っかってます、今日のリルは。あ、そう、これからクリスマスケーキ食べます。そう、あのね、明日と明後日がクリスマスケーキ食べれないかもしれないと思って、だから今日のうちにと思って、お母さんがねクリスマスケーキを買ってきてくれたので、ちょこっとだけ配信で食べれたらいいなと思って、そう思ってます。2つあるの、ナッチから食べようかな。あ、エイジさんプレゼントありがとう。あ、DM 送信者の年齢によってはりちゃんがまだ幼いからコメントできないようになってる。僕もできない。あ、そうなんだ、そういうことなんだね。じゃあそれはしょうがないのか。ありがとう、うたちゃん。そう、19番でした、オーディションは。おいたー、勝った。あ、そう、今日はお仕事がありました。え、そうです、お仕事があったよ。よっ、でも結構あれ、ツイッターでね、クリスマス何食べたいですかっての聞いたら、やっぱりチキンとかなんか、なんだろう、ケーキ食べたいって言ってる方が結構多くて、あ、やっぱりそうなんだなって思った。やっぱチキンかケーキだよねって思って。でもまだチキンはね、食べる
食べる予定ないからチキンめっちゃ食べたい食べたいチキン、なんならサメ冷まして食べたいチキンコンビニケーキと冷めたチキンしたい。さっちゃんさんフォローありがとうございます。お仕事お疲れ様ってありがとう。ジェイドローディションの時のりちゃんは本名じゃない、お本名じゃないです、本名だったらすごい、本名じゃないです。なんだケーキが好き、なんだろう、ショートケーキでもチョコも好き、あでもチーズケーキも好きだしモンブランも好きだし全部全部好きです。まさくんさん完熟バンパイアさんこんばんは。そうでケーキね2つあるのでちょっとお家でもケーキある方いないかな、ケーキちょっともぐもぐしようかなって思ってて、まず1個目、お母さんと2人で食べるのでお母さんが2つ買ってきてくれました。ケーキ見てここにサンタさんいるの、めっちゃ可愛い、登山してますサンタさんが、これ山なのかな、サンタさんが登山してるケーキね、ケンタッキーのチキン食べたいよね、うん、ケーキ DD ですケーキに DD とか初めて聞いた、あ確かにね、なおちゃんのお誕生日だからケーキ食べるかもしれないね。そう25日はねメンバーの木月なおちゃんのお誕生日なので、お祝いも皆さんと一緒にできる、あケーキ今日お父さんができてくれたわ、嬉しい、ケーキいいよね大好き、ね、食べるのもったいない、ストロベリーかな、あ確かにイチゴの匂いがする、イチゴの匂いがします、かわいい、ちょっとあ赤赤だ、今日赤の服を着ましたケーキ、ね、ケーキかわいいよね、いや一口このえこれどうやって食べればいいの、ちょっと食べたい、あ今日が終業式、確かに今日が明日から土曜日だもんね、今日が終業式の方も結構いらっしゃるんだ、やっぱり部活でクリスマスパーティーした、青春青春だ、いいね、いいケーキとか食べるのかな、あまさくんさん25日ライブ今日ありがとう、楽しみにしてます、ちょっとあ撮れるかな、はい、ああうん、おいしい、あ、ん？何味？あ、なんかラズベリーみたいな味がする、ケーキじゃないかも、ケーキかぶりついて顔にクリームつけるちょっと勇気ないな、でもなんだっけ罰ゲームみたいなクリーム法ってありますよね、あれちょっと気になってる、美味しいのかなあのクリーム法のクリームは、鼻にクリームつけよう、どうやってつけるの、お行儀悪い、あお口ならいいかな自らつけに行くスタイル、落ちちゃった落ちちゃったよ、あ、なおちゃんに25日誕生日だからクリームをしよう、いいかもいいかもしれない、ちょっと楽しそう、だがねこちゃんもねドッキリ、そのまま喋ってる、ドッキリやる日が来るかもしれないですね、確かにど真ん中おひげつけたさっきからこの状態で普通に喋っちゃってる、うん、はい、おひげでした
今日アイドルのバラエティ番組でやるやつ、クリーム法ちょっと気になるからやってみたい。間違えてオタク側にクリーム法しない、ちょっとやりたいな。でもあれです、なんか野外とかでなんか皆さんに水とかぶっかけるのやってみたくて夢です私の。ちょっとクリーム法もやってみたいな皆さんに。あ、それでは聞いてください、あざとかわいい、あざとかわいいだねセッションリベンジ高猫ちゃんでしていきたいと思う。わあ、ドッキリグランプリ、わあわあ出てみたい。でもどんな感じなんだろうね、ドッキリ仕掛けられてリアクション起きそうなメンバーって誰だろう。あちゃさんめっちゃ可愛いって、ありがとう。あとチョコレートかな、あとは。でもね、サンタさんもすごい可愛いの、なんかね登ってる山を。見えない、 YouTuber みたい。お山登ってるサンタさんがいます。あとあれだ、雪のチョコレートがある。半分ママにあげるうん、オンリーボックスは販売開始が12月24日の13時から、12月24日の13時から音棒の予約が始まります。お友達 LINE 登録で予約ができるので、よかったらお話ししに来てほしいです。26日29時から21時まで。ヤシパパさん、ウルトラ隊員さん、ユーチーちゃん、こんにちは。ドッキリは、なおちゃんはドッキリの申し子っぽい。え、そうなの？じゃあやっぱりなおちゃんにちょっとクリーム放したい、ボーンってやりたい。あ、そう、今日赤色のクリスマスっぽいやつ着ました。ももこちゃんとかリアクション起きそう、確かに。なんかめっちゃ、なんかその時って顔、びっくりしてる時の顔一時停止したい。めっちゃ面白い顔してそうめっちゃ面白いんだろうな、ももこちゃん。あ、さーちゃんに踊れてほしい、確かに。すーちゃん叫んでくれそうちょっと耳を破壊してくるかもしれない、すーちゃん。確かにさーちゃんがはっって言ってるのちょっと絶対可愛いから見たい。で、なおちゃんすごい変な動きしそう、なんかなおちゃん独特の変な動きしてそうだなって思う。いちゃん、まりちゃんの良さがあるからって、ありがとう。ピノ色さん、月曜行きたくなる、月曜日ぜひお話ししに来てほしいです。私からもいっぱいお話ししたいし、まさくんさんのお話もいっぱい聞きたい。お待ちしてます。思って、クレジットカードしかね、そう、いろんな方法があったらいいんだけど。私のびっくり顔も好き、なんか面白くなっちゃう、私のびっくり顔すごいなんか変ね。そうちゃん絶対面白い、確かに。結構仕掛けたら面白そうなメンバーいっぱいいるね。ちょっと今度自分でなんか100均かなんかでゴキブリかなんか買ってきてやってみようかななんかメンバーにドッキリ仕掛けたい。なんだろう、私ができるドッキリっていうと何があるかな、うん、なんかドッキリ仕掛けたいな、メンバーに。面白いリアクションしてくれそう。一口食べよう。みちゃんの表情管理が一番可愛い。あ、なんか私のびっくりした顔集みたいなの作ってくれてたの、うたちゃんかな。見てめちゃめちゃ面白かったです。な、いつきおつへりさん、おつへりさん、ドッキリ仕掛けたいメンバーに。リリちゃんのスマホの色紙変えてみたドッキリ、どういうこと？どういうこと？スマホの色紙を変える？あ、設定をいじくるってこと？あ、じゃあなんか怖い、なんか貞子が張り付いてきてるやつみたいな、なんかこうなってるやつ、
ちょっと変えようかな。あ、ひなたまもいいリアクションしてくれそう。確かにいいね。なんかえなんかそれか気づかないかも。ひなたま気づかない可能性ある。すごいひなたま天然、天然だから。あ、でそう、うたちゃんだよね、作ってくれたの。嬉しかったです。いちさんこんばんは。あ、壁紙、壁紙かな、やっぱり。え、壁紙、壁ってこと？スマホの壁紙。リリちゃんの顔マスクをかぶってリリちゃんの前に登場するなかなかに、なかなかにクオリティ高いドッキリ私がもう一人いるみたいなことですか？そういうこと？スーちゃんの部屋の時計の秒針が異様にでかい。なんで？時計変えたのかな、スーちゃん。そういうこと？でもスーちゃんも面白そうだな。スーちゃんにちょっとリアクション取ってほしい。なんかメンバー全員に同じドッキリして、なんか何、一個の動画にまとめたい。なんか今日もみあげ出てるの多い、長い。確かに今日なんかやっていただきました、メイクさんに。リリちゃんのお家にアポなしでとつってみたドッキリ楽しそう。いいね、今度やろうかな色紙って寄せ書きとかサイン書く台紙。あ、そういうこと？色紙、色紙ドッキリ。色紙ドッキリってなんだ。でもドッキリの仕方って意外と自分でできるやつって考えると意外と限られてくるのかな。でもゴキブリとかでびっくりしてくれるメンバーいるのかな。なんかカバンとかにゴキブリ入れといてびっくりしてくれるメンバーって誰だろう。誰だろう誰びっくりしてくれるかな。あ、スマホの待ち受けか。なるほどなるほど。あかりさん、りょうまるさん、こんにちは。のぶひろさんもやっほー。ひめりの配信中にピンポンして乱入するドッキリ強すぎ強い、強すぎだろう。でもいいね、配信中にちょっと行っちゃいたいね、クリスマスイベント楽しみだね。あさってだって早い。あ、壁紙色紙って呼んでた、あれごめんなさい。あ、私がゴキブリになるの、嘘でしょ。逆にモモナン虫でビビり散らかすと思う。あ、じゃあちょっとモモナンに仕掛けてみようかな。ね、寒いね、寒い。姉起きドッキリ、あれか、なんか遠征とかでお泊まりした時ならできるかな、メンバーに。寝起きドッキリやってみたい。なんならもうお部屋忍び込んじゃいたいマスターキー使ってお部屋忍び込んでわーってやりたい。わ、確かに寝起きすっぴんだもんね。確かにね、おはようございますって、おはようございますってやりたい。あ、うちは作ったので、あ、見たよ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 、めっちゃ可愛かったよ。ありがとうね、楽しみにしてる。本当に生で見れるのめちゃめちゃ楽しみ。気をつけてきてね、しおりちゃん。エリさんの逆ドッキリ、逆ドッキリ、え、どういうこと逆。今日天生のももこちゃんのホストのやつめっちゃ面白かった。わ、嬉しい、すごい見てくださってる、ありがとう。そう、ももこちゃん、ホストももこです。ホストももこちゃんは何をドッキリしたらびっくりしてくれるでしょうかまだちょっとホストを発動してほしいな、ホストももこちゃん。星になっちゃった、星、あ、死ぬ気、了解で、死ぬ気で、死ぬ気で待ってください、待ってる。あ、せなちゃんこんばんは、やっほー、ありがとう来てくれて。エリシャちゃんの寝起きドッキリ頼んどこうかな。やだ、やめて、やめてください。誰の寝起き、誰だろう、誰がいいかな。ね、久しぶりせなちゃん、久しぶり、会いたかったよ、ありがとう来てくれて。エリシャの生写真一緒に連れてくね。わ、一緒にお出かけだ、ありがとう。ゆうちーちゃん仕掛け人かと思ったら引っ掛けられるやつ。ああ、なんか私があれだ、何、
ドッキリ仕掛けるって思ってるのに、逆に相手がもう相手もドッキリ仕掛けてきてるから、逆に私が騙されてる側みたいなやつか。確かにそのパターンもあるから、ちょっと警戒心張っとかないとダメだね。ちょっと警戒心張らないと。ハラリンとお泊まりした時に寝起きドッキリしたら確かにできるわ。確かに寝起きドッキリなのか、寝起きドッキリって言うの、寝起きドッキリなのか、寝起きドッキリか。でこの前はね、ハルリンに先に起きられてしまったので、今度は私が先に起きてちょっと寝顔を見てやりたいと思います。えでも寝起きみんな可愛いよ、寝起きでもみんな可愛いよ絶対。ゾウさんこんばんは、ね、逆ドッキリ怖いね、逆ドッキリ怖いけど、怖いけど逆ドッキリ、でもそれはそれで面白そう。ちょっと気になるは気になる、やりたいけど。はるちゃん早起きだから、やられるとしたらミクロお姉さんかひなたまかな。確かにミクロンとかね、ひなたまは早起きではないのかな。みちゃんがハルリンって呼ぶね、違和感。でも結構いろんな呼び方してるかもしれない、その場にその時による。ハルちゃんとも呼ぶし、ハルリンとも呼ぶし、リリちゃんとも呼ぶし、いろいろです。あ、星井水さんこんばんは、ライブ近づいてきてワクワクです、楽しみ、楽しもうね。本当に早いね、時が経つの早すぎてびっくり。リちゃんの寝顔見れて、リリちゃんもやるし、なんか事故ってそう。で今度は私がもう4時起きでもいいから、もう起きて見てやろうと思いますって。でも寝起きドッキリってわーってやるだけなのかな、わーってやればいいのかな、わかんない。しんちさんプレゼントありがとう。あ、よちーちゃんもすごい、赤色の箱だ、かわいい、ありがとうよちーちゃん。ランスさんもプレゼントありがとう。 AJ さんもありがとうございます。皆さんの顔も見てみたい、皆さんの寝顔、みんなの寝顔ってこと、みんなの寝顔を。あれ、でも結構あんまり楽屋で寝てるメンバーとかいないから、寝顔をあんまり見たことないかもしれない。あれだ、移動中とかに寝てるメンバーが結構いるから、移動中に寝てるメンバーがいたら隠し撮りとかはよくしたりするかな。こうちゃんさん、ひろゆきさんこんばんは。一緒に寝てる人に寝起きドッキリされてもただ起こされるだけ。そうなんだよね、なんか寝起きドッキリみたいな。もうすっごいもううるさくしてやったらもうドッキリになるかな、めちゃめちゃうるさくして起こすね。あと2日でクリスマスライブ、早いね、来週おみそか、時経つの早すぎる。あ、静かにおはようございますって。それも楽しそう。ガチにシリーズお願いいたします、やりたい。あがいだ、あきら釣ってたらでもいい。あ、釣ってたらって、めちゃめちゃうるさくして寝起きドッキリ したい。あ、一人だと思い込んでる状況じゃなきゃびっくりしない、なるほど。じゃあ起きたら私がいないドッキリ。起きたらいない、起きたらいなかった、どこを探してもいないみたいな。りちゃんがブチ切れるドッキリ、確かにブチ切れたことないかも。私何でブチ切れたらいいんだ、ブチ切れる要素がない、あんまり。ショッキーさんこんにちは、こんばんは。修学旅行で寝起きドッキリした、めっちゃ青春、楽しそう、いいね。あ、ルダちゃんこんばんは、やっほー、いいな。でもドッキリ系ちょっと今度メンバーにちょっと考えよう、なんか100均とかでアイテム探してこようと思います。エリサがメンバーのこと急にお前おまわりするさっき。やばすぎ、やばすぎでしょ、何おいお前とか言って、あ、ちょっとお前一緒に写真撮ろう。あと何だろう、何だろうな、ちょっとお前一緒に TikTok 撮ろうとか言って、
急にお前呼ばわり。え、ちょっとお前ちょっとダンス教えてとか、あとなんだろう、なんだろうな、え、お前のフォーメーションここじゃないめちゃめちゃ上から目線、ぶち切れたら怖いかな。ももなって呼び捨てドッキリ、いきなりももな、ももな、おめえ、おめえ、今コメントにお前って言って返してみて、なるほど、お前、お前呼ばわり、村重さん食べたドッキリ、できない、できない。逆にりちゃんがお前呼びは、ほら、お前、おい、お前、お前お前いいかも、やだ、なんか私がやると不自然。なんかももこちゃんとかだったらすごいハマりそうだけど、私お前呼ばわりしたらえってなりそう。エリさんのお前呼ばわりされたい、お前、お前、お前呼び方の正解わかんない、お前不自然だからいいの、そういうこと、不自然だからいい、ゾクゾクする、嘘でしょお前、お前ケーキ食べるか、お前、あい、あー、あ、やるよ、やるよ、食べな、あい、あい前なんかやるわけねえだろ呼び慣れてない感半端ないね、呼び慣れない、自然な人やってもびっくりしないかな。まあ確かにびっくりせんなしないかな、ミクロン切れちゃうかな、ミクロンにお前呼ばわり、あ、やみやみ、やった、おいしいよケーキ、お前も食べる優しいお前呼ばわり、間になんかやるわけねえだろ、日頃から言ってるかのようにしっくりきた、嘘、やだ、日頃から言ってる、やるわけねえだろお前になんかやるわけねえだろお前になんか絶対やんなんだから、プリンアラモード食べてる、めっちゃいいね、贅沢だ、美味しそう、あ、星谷、星谷早く星谷早く、星谷早くこっち来て急になんかマネージャーさんみたいになってる、ミクロのマネージャーになった私、星谷、星谷早く来てミクロンって言ってたのに、お仕事大遅刻ドッキリ、やばい、もうなんかお仕事終わるまで来ないって、ずっとお前だとたまに、たまにお前呼びドッキリ、はるちゃんは切れると怖そうだけど、りちゃんが切れるイメージわかんない、え、でもみんな結構メンバーが切れるイメージあんまりわかんないよね、押したに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 早く来いよいきなりすぎてびっくりする、でも自然な感じで言えばバレないかもね、意外と当たり前みたいな顔で言えば、あ、ランスさんハートありがとう、ラブありがとう、ヨシパパさんもヤッホーありがとうございます、モーゴとヒメリちゃんは想像つく、でもあれツイッターではモモコちゃんのことモモコって呼んだりしてる、モモコ、モモコ写真撮ろう、ヒメリ、ヒメリ写真撮ろう、一緒に写真撮ろう、ヒメリで、モミちゃんも可愛くて好き、呼び方、あ、モモコちゃんがちぎれのイメージ、え、見たことないかも、メンバーで一番優しい子、え、みんな優しいよ、もうタガネコの楽屋は世界平和です、本当に早口で呼び捨てすればバレない、確かに確かに、欲しい写真だろももこちゃん切れると怖いかな、おんぼでお前の私もお前私の撮ったんだって言ってほしいな何どういう趣味、うたちゃん、じゃちょっとおんぼ来てくれたら言うね、え、お前私のお話し会撮ったの、え、すごいじゃん、やるじゃん絶対絶対普段言わないけど、じゃあ今度言うね、シンシンさんはじめまして、ありがとうございます、
ブロッコリー、ブロッコリーアイコ、こんにちは。年末はね帰省できないの。そう、桃子は呼び捨て、そう桃子ちゃんは逆に呼び捨てしてほしいって言ってくれてるからね。あ、さくらさんこんばんは、やっほー。あ、すーちゃんに敬語やりたい。あ、すーさんちょっとお写真撮っていただいてもいいでしょうか。あ、すーさん今日もとっても可愛いですね。あ、すーさんもう撮影終わりましたか。あ、お疲れ様です。すーさん来んなよって言われて、あ、ちょっといつきお話会来んなよ、ちょっとで言うね、来てくれたら言うね。でもちょっとマネージャーさんに怒られそう。姫にも怖そうだけど、番組が出るかな。ミックのご飯の時お姉さんざり、そう、ああれだね、えかない、ももこちゃんが話してたかな、ね、そう、上品です、イメリちゃん。こんなとこまで行ったらただのエブでくさ。でも私も何オタクの時はすごいエムなので、推しにいじめられたい人、私は。推しにいじめられたいタイプのオタクです、私は。みんな怒るとバブミがありそう、確かに可愛くなりそう。メンバーの誰かしらリちゃんのお前呼びでキュンってなりそう。いるかな、キュンってしてくれる子。サーちゃんならいいかも。あ、ゼロさん、ミックノバさんこんばんは。他の子になら切れるけどエリさんに言われたい。私にですか。了解です。了解です。あ、お笑いできます、ありがとう、また待ってるね。りょうさんありがとうございました。ソリちゃんはド M です、私はド M です。あ、インスタ開設おめでとうって、ありがとう。年末りちゃんの分もジェンの鐘鳴らしとく、ありがとう。そうだね、岐阜でぜひ鳴り響いてください、ジェンの鐘。あれかな、行く方多いのかな、初詣でも行きたいな。さあちゃんが綺麗なイメージわかんない、確かに。なんか綺麗でもお声がすっごい可愛いから、さあらちゃんはすごい怖くなさそう。怖くなさそう。トヨヨさん、ほら、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。確かにちょっとメンバーが綺麗だと、こうでもみんな本当に優しくて、高猫の世界は本当に世界平和なので、あまりイメージ湧かないな。でも切れると言ったらなんだろう、ももこちゃん、ももこちゃん、ももこちゃんって呼んでるかも、ちゃん。さあちゃんニコニコし、あ、怖いやだ、いっちゃん怖いかも。え、何やってるの、何してくれてるの。何してくれたんですか。なんかさあちゃんのカバンとかにコーヒーこぼして、何してくれたの、何してくれたんだよって言われたら怖いかも。りちゃんみたいな子がキレるのが一番怖いかな。え、でも世の中生きてきて一回もキレたことないかも。佐藤千さん、やっほー。こうちゃんさん、ハートありがとう、ラブ。ランスさんもありがとう。ね、リアル、あ、選手キレたら怖いかな。なんか真顔だったら怖いかも、選手真顔で、なんか真顔でキレられたら怖いかも。あ、前回行けなかったけど、おんぼ行けそう、あ、嬉しい。あとは仕事の話だけど、お話ししたいな。ゴッドじいさんもお仕事頑張って待ってます。あ、サンタみたいな服着てますね。そう、今日はサンタさん、違うけど赤色のワンピース着たよ。さあちゃん似てる？選手切れたら怖いかな。私が切れる時ってなんだろうね。もうナイフ持っちゃおう。私のこと好き？私のこと本当に好き？私のこと好き？怖すぎる。怖いかも。私のこと好きって言ったよね。私のこと一番好き。やだ。
だ、 M じゃん、佐藤先生 M じゃん、嫌だ。あ、推しの悪口言われたら切れる、確かにそれだね、私が切れると言ったらそれだ。ちょっとふざけんなよ本当に、ふざけんなよふざけんなよ、本当にふざけんなよ、やばいかも。でもそう M です、私は M です、 S というよりかは M。 あ、ヨキくんレインボースターありがとう、ラブ好きでちゅこうやって好きでちゅ舐めてんのか、やばい、舐めてんのか、ほんとに思いやいかかっておいでだね、確かにりちゃんの名が好きかも誰のことを一番目に愛してるのか教えてね、確かにね、もう推しさんのことに関してはもう何も言わないでほしい。あ、よしんぴさん、半熟卵が39人目、ありがとうだね。そうだね、私が切れるとしたらそれですね。でもよっぽど切れることはないと思います、多分私が切れることはないです、多分。なんかいろいろ感じない人だからストレスがすごい少ない、生きてて。本当に好きでちゅ絶対舐めてるでしょ、ほら舐めだよ、真剣に答えて真剣に、本当に本当に好き、本当に私のこと好きあ、今日ツイッター一番最初にいいねつけれた、わー1いいねだ、嬉しいよね。私も1いいねつけれた時スクショしちゃう、ありがとうりょうさん、嬉しい。ふざけるなバチュふざけてんだろ、ダメだよ、ふざけちゃ、真剣に答えてちょっとメンヘラ終わり、メンヘラ終わり、ちょっとケーキ食べよう、ケーキもう一個食べよう、ちょっとメンヘラ終わり、ちょっと通常運転に戻ります。はい、ちょっとこの流れでいくとケーキに毒入ってそうだけど、ケーキもう一個食べよう、ケーキ食べよう、一緒に、毒は入ってないよ怖いな、アンパンチじゃないよ、かわいいかわいい、アンパンチダメ、アンパンチかわいいからダメダメ、よいしょ。あ、お仕事ストレス感じまくりだったからって、お疲れ様、お仕事、ケーキをあげましょう、ケーキ、こっちは白、なんかね、キノコ、メレンゲかな、キノコ生えてます、キノコ生えてる、ロールケーキかな、ロールケーキあげます、よ、一日お疲れ様、私のこと好きだよね、ね、ねーねー、メンヘラ、あー、毒キノコかもよ、確かに、キノコ食べる、メレンゲかな、メレンゲかもしれない、チョコメレに出てきそう、確かに、ここで全て舐め尽くしてひとり歌ってる13日の夜怖い、おいちおいちちょおいちちょ、え、これなんか下どう、下茎のところ何なんだろう、あーん、きのこ、きのこ、あーん、きのこ、何だろう、味がしない、何の味も感じないこの茎、なんかクリームかな、
味がしないです。でも上が味するかな、こっちの。うん、これがあるじゃないこれ。うん、メレンゲ、メレンゲだ、見えるかな、白いメレンゲでした。サクサクしてる、おいしい。そうね、マシュマロに見えるけどメレンゲでした。本物のマッシュルームリアルクッキーかな、なんかサクサクしてるやつ、メレンゲ、メレンゲ固めたやつっぽかったです。それっぽかった、サクサクしてました。クッキーかな、メレンゲってクッキー。あ、タカさんこんばんは、寒いで頑張ってねってありがとうございます。ジュタさんもこんばんは。メレンゲか、そうメレンゲっぽかったです。あ、待って、いちご発見、いちごあったよ。みんないちごっぽくない、いちごどうぞカミネンド、やばい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 、食べちゃった、食べちゃったよ。サクサクならクッキー、そうだね、じゃあクッキーです、クッキーです、うん、メレンゲクッキーか、そっか、じゃあクッキーだ。すごいなんか焦がしてあった、すごいね、めっちゃ最初本当に私もキノコが刺さってんのかと思ってめちゃめちゃびっくりしました。明日のライブのためによく買いに行きます、嬉しい。ダイエットお洋服買ってじゃん、嬉しい。うのさんは、うのちゃんはどこら辺にいるのかな、お席なんか教えてほしいな、服見たい、うのちゃんの可愛い可愛いお洋服かな、何かな、見たいな、楽しみにしてるね、ありがとう、嬉しすぎる。じゅうきじさんこんばんは。上がマッシュルームで下が紙粘土、嘘でしょ、やばいじゃん、味覚バグってる。そう、キノコ刺さってるのかと思っちゃって本当にびっくりした。あ、私のこと一番好きだよね、ねこれで一緒に眠りにつこうね、あ、一緒に天国行こうメンヘラ、メンヘラ、絶対大事、絶対冷えると思うからあったかくしてきてください。本当にお風邪ひいてほしくないので気をつけてきてください。メヘラ、うん、なんだろう、え、メヘラなのかな私って真剣に考え始める、私ってメヘラなのかな、いや違う、なんか表に出さないタイプのメンヘラかも、めっちゃ束縛したいけど言わない、言わない、あ、別にそんな気にしないです、そんな、あ、いやいや別にそんなそんなそんな気にしてないです、そんな、私そんなそんなそんな気にしてないっていうタイプかもしれない真剣に真剣に考えた、やだ、天国、天国行っちゃダメダメ。シャーちゃんさんこんばんは。ヤンデレ？ヤンデレって何？ヤンデレ？ヤンデレとは？優しいね、ありがとう、風邪ひかないでね。メンヘラではないか。あ、やだ、マロウさんもダメ、言っちゃダメよ。根に持つタイプ、いや忘れる、私も忘れる、なんかまでなんか全部忘れてる、もう全部いや忘れないけど、そんな何めっちゃ覚えててみたいな、そういうのは本当になくて、もう本当に私結構平和人です。ストレスとかも感じにくいし、何も感じない。
から2列目後ろから2列目ギルノブ了解です。見れるといいな。でもねお見送りもあるからりょうさんの服着てきます。楽しみにしてる。あれだ、なんかお名前教えてくれたりとか名札とかあったらね分かるかもしれない。後ろの方だけどいっぱい後ろの方も手振るね。ありがとう、楽しみにしてる。あ、そう、寝たら忘れる。そう、寝たら忘れるタイプです。そう、寝たらケロってする方。ニャンデルかける手で、なるほど、かもしれない。両方あんまり表に出さないけど本当はめっちゃ束縛したいけど束縛できない、できないっていう人です。私のものにならないならんちゃうぞっていうのがやんでる。なるほど、なるほどね。いやちょっとなんかそっちの方が怖いかもすごいニコニコの笑顔でってことでしょ。ライブ行ける人うらやまね。またいつかりょうさんにもお会いしたいな。またライブの予定ができるように頑張ります。私たちもうん、推しになるなら一番可愛い自分でいたい。もう準備してる時間ってすっごく楽しくて好き。ライブの日のために準備してるのすごい楽しいよね。束縛 OK？ おじいさんは私のものだ、私のものだ私のものだぞ。ファンクラブの配信チケットまだ販売してるんじゃないかなって思います。あ、ゆうじいちゃんレベル17ありがとう。いつき結婚してやだねやだね、いつきはやだねーだ、やだねー。あ、たけゆきさんプレゼントありがとう。リリさん結婚して、結婚しような、絶対結婚しようなありがとう。どうかな、ね、トナカイさん着る、楽しみにしてる。いつきのトナカイ、やった嬉しい。俺のエルサー、ティーガさん、ヤッホー、ティーガ、ティーガ。あ、シキさん、こんばんは、ヤッホー。ハクマタン、はじく卵40人目、ありがとう、嬉しい。ありがとうございます。じゃあ、後でクリスマスの歌も歌おうかな。クリスマスの歌も歌いたいと思います。ここにサンタさんいる。ライブであるのとっても楽しみです。嬉しい、本当に本当に暖かくしてきてね、楽しみにしてます。ありがとう、本当に嬉しい。皆さんに会えるの楽しみに練習頑張ります。うたちゃん結婚して、でもうたちゃんだからな、うたちゃんだからゆりかなゆりかな。くまたんレインボースターありがとう。何歌おうかな。あ、あ、そうだ、この前リクエストをいただいていた曲をやりたいと思います。なんかね、お母さんがまたなんか新しいのを買ってきたので、なんかイヤホンすごい赤、なんかクリスマスっぽいねクリスマスっぽいクリスマスっぽいイヤホン、お母さんがまたなんか買ってきたので、これをちょっと使ってみたいと思います。もし音聞こえなかったら教えてください。すごい、私のねお母さんがスピードさんがすごく好きで、スピードさんのライブによく連れてってもらってたりとかしたんですけど、そう、この前リクエストをいただいたスピードさんのホワイトラブを歌いたいと思います。どこだ、
見つけられない。英語が下手すぎてホワイトラブ見つけられないよ。これかな。あ、新宿会いに来てくださるんですか。嬉しい、ありがとう。りょうさん楽しみにしてるね、ありがとう。さあスピードさん、ファイトラブ。さあスピードさんのね、なんかね1歳ぐらいからすごいライブに連れてってもらっていたらしく、スピードさんのライブに。そう、曲結構知ってる曲がたくさんあったりします。そう、マイク白いよね、音聞こえなかったら教えてください。ファイトラブ歌いたいと思います。果てしないあの雲の彼方へ、私を連れて行って、その手を離さないでね。待って、なんか低かった気がする。あ、マイク遠い。冬の星座か、え、待って、わかんない。知ってる？胸の奥に降り積もる心に染みて涙になる。仲間とは違うさ、え、待って、音がわかんなくなっちゃった。合ってる？離れていてもいつだって一つだよね。うーもっとちゃんといつも捕まえていて、電話がない夜は強がってても、本当はね I miss you。 果てしない星の光のように、胸いっぱいの愛で今あなたを包みたい。天使がくれた出会いは、あの空を突き抜けて永遠に輝き続く。全体的に低い？白いため息で曇った窓に滲むイルミネーション、嬉しいほど明日が不安で泣けるものね。新しい手帳にもあなたのイニシャルがたくさんありますように、次の約束があるから生きてゆけるよ。ああ雪が溶けてやがて春が来る頃、あなたにとって木漏れ日のような安らぎになってたい。果てしない星の命のように、朽ちてそうになってもずっと愛し続けるよ。儚い雪みたいに、この今の幸せがいつか消えてしまわぬように。
ゆきだー、ありがとう。愛してる、抱いていて、消したいあの雲の彼方へ、私を連れて行って、その手を離さないでね。天使がくれた出会いは奇跡なんかじゃないよ。神様見つめてて、生まれたての愛を永遠に大切にするから、あなたのために生きて、生きたい。待って、スピードさんのホワイトラブでした。ちょっとなんかキーが違ったのかな、ごめんね、めちゃめちゃ下手くそだった気がする。ありがとうございました。難しい、わかんなくなっちゃった。ケロロさんプレゼントありがとう。はるくんパパさん雪の結晶ありがとうございます。ゆうちちゃんもありがとう、雪の結晶。はるくんパパさんもありがとう。こうちゃんさんもありがとうございます。うるちさんプレゼントありがとう。ゆうちちゃん流れ星ありがとう。チキさん音符ありがとうございます。すごいホワイトラブの時の雪めっちゃ綺麗だった、ありがとう。ね、気が合ってなかったね、気合ってなかった、ごめんね。うーん、あ、低い設定になってるのかな、またリベンジできたらいいな。スピードさんの曲はね、私が好きだったのはあのトゥーヤングがすごく好きで、私はスピードさんの曲でもうなんか2歳とか3歳とかスピードさん、私がライブに連れてって言ってもらった頃は本当に幼稚園とかだったのに、トゥーヤングの意味分かっとるんかよって最近聞き直したら思った本当に意味も分からずスピードさんの曲すごく聴いてました。本当に素敵な曲がたくさん多いので、また歌えたらいいなって思います。高い曲って勝手に切り下げされてる、あ、そうなんだ、一回確認した方がいいかも。了解、ありがとう。原曲が高い、なるほどね、なるほど。あ、30分前に高猫の公式ツイートで自撮り中のりちゃんに突撃 TikTok 上がった、今日だね、嬉しい。じゃあ TikTok よかったら見てください。りちゃんの歌声素敵やったよって、ありがとう。ゆうちちゃん優しいね、なんて優しいの、ありがとう。ではじゃあ、あと1曲歌って終わりたいなって思います。何がいいかな、クリスマス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 の曲。あ、すごい、でも慌てん坊のサンタクロースとか人気 曲ランキング2位だって。可愛くてごめんが1位、すごい。バックナンバーさんのクリスマスソングが3位みたいです。クリスマスソングすごい聴いてる。会いたいと思う回数が、会えないと痛いこの胸が、君のことをどう思うか教えようとしてる。いいよ、そんなこと自分で分かってるよ。サンタとやれたのでも仕方ないよな何がいいですか、何かリクエストぜひ聞かせてください。バックナンバーさんね、すごい素敵な曲がたくさんで最近すごく聴いてます。あ、エリテンもいいね。かわいくてごめんもいいかもね。1位すごいね、かわいくてごめん。アンチバン、アンチバン歌いたい、本
当にそうカラオケに入ってなくて、そうカラオケに入るくらい頑張りたい。アンチファンがね歌えるようになりたいな。秀樹さんこんばんは。あね、羽生さんミーターセッションかな、クリスマスソングは。バックナンバーさん、バックナンバーさん、じゃあまたちょっとを聞いてる時にちょっと歌ってみたいと思います。バックナンバーさん、ピートさんこんばんは。じゃあ締めはこれかな。可愛くてごめんにしたいと思います。あ、僕グリもいいね。僕グリ好き。君に似合うと思ったんだ、グレンチェックのマフラー、繋いだ手のひらから好きが溢れる。あ、可愛くてごめん、ダウンロード失敗だって。ピエン、じゃあちょっとこの場合は何回ダウンロードしてもダメなパターンなので別の曲にします。じゃあやっぱりこれかな。マフラーないかな。オッケーオッケー。シンデレラ宣言の推し聞いてみます。ありがとう、コウスケさん教えてくれて。シンデレラ宣言の推し了解しました。あ、マフラー、じゃあマフラー巻いちゃおう。マフラー巻いちゃおう。グレンチェック、グレンチェックではないけどよ。グレンチェックのマフラー、あ、空白の花大好き、歌いたい、今度歌おう。あ、すごいもっこもこもっこもこだ。いいのかなこれ。ママ持ってきてくれた、ありがとうママ。さっきケーキあるよ。ケーキでも半分ママに食べられちゃう。じゃあケーキもあれだ、バククリ歌ってます。最後にな日なのに、ごめん待たせちゃって、夕暮れの乾いた風、君のスカートが揺れる。大丈夫、私もさっき着いたところ、少し赤くなった花で恥ずかしそうに笑う。周りにはまだ一緒にしよう、二人の世界が始まる。君に似合うと思ったんだ、グレンチェックのマフラー、繋いだ手のひらから好きが溢れる。コンビニケーキ、冷めたチキン、完璧ではない、これがきっと幸せ、僕らの制服クリスマス。優しく抱き寄せて強引にキスをする、なんてことできないまま空の色だけが変わる。真っ
少ない人に僕は戸惑う。君の唇が近づく。僕の気持ちは止まらないよ。きっと君よりも僕のこのドキドキがバレないように。そう、来年のクリスマスは僕が勇気を出すね。初めてのときめきは君との制服クリスマス。挨拶の前、君の手つかみ、大人にはもう見えない世界。制服のまま飛び出そう。 I am 君に似合うと思ったんだ。グレンチェックのマフラー、繋いだ手のひらから好きが溢れる。大人幸せ、僕らの制服クリスマス。ありがとうございました。イコールラブさんの僕らの制服クリスマスでした。ということで、ゴナネさん、レインボースターありがとう。レインボースターじゃない、流れ星ありがとう。ユウチーちゃんも流れ星ありがとう。チキさん、音波ありがとうございます。ケロロさん、プレゼントありがとう。ありがとうございます。ということで、壇上を読んで配信終わりたいと思います。13位シンジさん、ありがとう。12位石井優也さん、ありがとうございます。そして11位はユウチーちゃん、ありがとう。ユウチーちゃん。そして10位は AJ さん、ありがとうございます。9位はナジさん、ありがとう。ナジさん。8位はキクチちゃん、ありがとう。キクチちゃん。7位はゴードネさん、ゴードネさん、ありがとう。そして6位は田中さん、ありがとう。田中さん。5位はナツセンです、ありがとう。4位ははるくママさん、ありがとう。3位はくまたん、ありがとう。くまたん。そして2位はゆうきくん、ゆうきくん、とシナモン、ありがとう。そして1位はジャガ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 ジャン、ロロちゃんです、ありがとう。すごい、ロロちゃん、ロロちゃんすごい、ありがとう。いつも長文のリプもいつも見てるよ、ありがとうね。これからもよろしくね、ありがとう。あ、ジュン吉さん、プレゼントありがとうございます。ということで、配信は終わりたいと思います。高根のなでしこ、ハニーワークスアサンドプロデュースのアイドルグループ高根のなでしこです。12月25日クリスマスライブがショールームさんにて無料生配信されます。どなたでもご覧いただけますので、ぜひ高根のなでしこのライブ見てくださるととっても嬉しいです。よろしくお願いします。そして12月26日には26日と28日には高根のなでしこのオンラインお話し会が開催されます。 LINE のお友達登録でお話しすることができるので、ぜひお話ししに来てくださると嬉しいです。私の枠は26日の19時から21時です。よかったらお待ちしてます。初めましての方も、まあ、お話しできた方もまたお話ししたいです。お待ちしてます。ということで、ありがとうございました。また会いましょう。クリスマスに会おうね。バイバーイ。ありがとうございました。バイバーイ。お疲れ様、ね、楽しかったです。ありがとうございました。バイバーイ。